ここは茨城県神栖市の波佐木っつーとこだね。川端プロパンさんの駐車場だね。茨城のこの佐木っちょんとこだね。ジョーニーパパが住んでる石岡からよ、車で2時間、約90キロっつーとこだね。波佐木の素敵な親父たちに出会ったんだ。まず最初の素敵な親父はよ、キッチンか気まぐれポンコツキッチン、ウエスタンスノーマンことポンコツキッチンオーナーのスノーさん。ウエスタンスノーマン、どうも、気まぐれポンコツキッチンポンコツ親父でございます。はい、今日ね取材来ていただきました、 YouTube のね、かなり遠くの方から来てくれて、石岡でしたっけ、ね、そちらの方から来てくれてありがとうございます。うちなんですけど、まあ見てもらえば分かるように気まぐれのポンコツキッチンという、なんかふざけた名前ですけども、まあ何が気まぐれなのかっていったら、いつ出没するか分かんないっていう予定表を出さないキッチンカーなんですね。なぜかというと、こうどこに出るか分かんない方が楽しみじゃないですか楽しみじゃないですか、そんな話じゃないですか。まあまあ、でメニューもね気まぐれでやってます。で今のところね、この豚バラ焼肉丼っていうのがうちメインでやらせてもらってます。時にはね、黒毛和牛の、牛丼で焼肉丼をやらせてもらいますとかね、あとフライドポテトもやってるんですけど、うちちょっと変わった大人のおやつイカポテっていうのやってますんで、それもぜひね、あのビールのあてにいいと思うので、ぜひよろしくお願いします。現場からは以上です。基本的に神栖市の旧波佐木町地区に出没するみたいなんだわ。インスタとか X の方をチェックすってよ、当日どこに行くか分かっから。そんじゃあね、いただくかんね。これは豚バラ焼肉丼、いただきまーす。いや、うめえ。濃いめの味付け、タレの香ばしさを感じる肉厚ジューシーな豚バラ肉、これは癖になんね。ほんでもってもう一品、大人のおやつイカポテ、こっちもいただきます。いや、これもうめえ。いや、ビール飲みてえ。ポンコツキッチンさんに行くときはビールが必須だな、必須。運転するやつはノンアルな。スノさんに出会ったこの日よ、たくさん会話させてもらってよ。ジョニーパパが感じたのは、地元と仲間を大切にしてよ、独自の美学を貫くっつうよ。いや、素敵な親父だなぁと思ったよね。そんでもってもう一人の素敵な親父はよ、この日のキッチンカーの出店を企画してよ、この場所を提供した川端プロパンさんの社長さん、人々の交流の場を作ってよ、地域を活性化させたいっつうよ考えで開催されてんだってよ。仕事終わりの夕方にはよ、波佐木の海で波に乗るっつう、サーファーでもある
ハサギの捨て身の親父なんだわ。ということで今回はハサギの素敵な親父たちでした。 I love 茨城。